はいどうもライスゲームズのライスです。ではねやっていきましょう。ロックマン X5、前回はちょっと不真面目にちょっと適当にやって終わっちゃったんですけど、今回はちゃんとやります。ちゃんと普通にやります。まあいけるでしょう。よし、とりあえず、前回のこのグリズリーからちょっと肩慣らしで倒していこう。いや前回を笑ったね。もう速攻であのロケットを撃てるのを笑ったね。マジで30成功確率 32% です。ドーン失敗めっちゃ笑ったわ。よし、まずこいつね。まずこいつを一瞬でね、 ここはね昨日やったんで、昨日というか前回やったんで、まあ、昨日というか今日やけどね。ちょっとさこれゼロでちょっとやってみるか。ゼロなんかねボタン打てるらしいんだよね。なんか説明書見たわ。説明書見たから、まあ大体大丈夫かな。さっきまでちょっとね、気まくれにミラティブなるものをやったけど、上手くなったな。第五超上手くなったな。超的にちょっとやけど、ああ遅いんだ。なるほどね。でこれは早いと。でためはないし、空中がねあれなんだよな。丸、これボタン設定変えれんかな。あ変えれるやん。あれ丸ダッシュん、あー空中ダッシュはダメなんだ。そっか、ないか。ないな。ギガアタック、うん、あっ、エベ間違えた。あ、ちょ、もう、え、さっき何をした。あ、これこれで戻る。あ、よしよしよし、よかったよかった。ゲームに戻りますか。そうか、丸でダッシュはできるんだけど、あ、できるよ。そう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 、これやりたかったんね。これやりたかったんよ。そうそうそう、これよ。よっしゃ、来た来たよ。これはいけるよ。これ時代が来ました。来ました。ミサイル避けて、なんでそんなところで、やめて、危ない。よし、あ間違えた。あそう、しゃがまなきゃな。よし、あ、二段ジャンプできるの。うわ、このレーザーうざいな。うわ、レーザー、うわ、くそ。あ、いや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 、え、もうそんな食らった、そんな食らいましたか。まだまだまだいける。避けて、よし、でここよし、しゃがんでトン、しゃがんでトントントン、しゃが、うわ処理落ちで、処理落ちで、よし、うまい。ここ飛んで、でミサイルを避けて、後ろ切りいいね。これ2回、よし、 OK。 うわそう、これね、うわこれ超やったい。え、ちょくちょくいくかちょくちょくいくしかないな。ちょ、もう HP がない。わ、次のステージまで行きたい。ステージのコンティニューのところまで行きたい。よし、よけて、これ当たったらダサいね。あ、しゃがんだまま攻撃できるわ。あ、いった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 、よかったよかった。ここまで行くとコンティニューが使えるから、はい終わりと初見殺しすぎなんだよね。お、降りた瞬間ダメージ食らう。これこうしてこうするわけ。したらノーダメージ。でこれ突き抜ける、無視する。ここもここもご利用し、うわクソ、今ダッシュしてできたかと思ったけど、でここに、KGR の知ってるからダメージ食らっても問題ないしか。あぶねえ、ダメージ食らってよかった。多分あれ一撃し、避けろ、
避けろっつっても全然避けないの。もうジャンプしても押さない。あ、しゃがんだままいける。しゃがんだままいけるの強いな。えい。あ、で、これ時間がないんだよな。して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 。くそ。これダメージ食らいながらでもいける。危ない。あ、いいよ。これいい。これ実に。これ実にいいよ。はい、いける。はい、余裕。これは余裕です。よーし。で、もうそろそろボスやったっけ？一回まだあったんやったっけ？なんか飛ぶんやな、これ。トゥーンっつってから。覚えてるよ。まだ6分やな。いいね。ペースが早いね。さすがにね。昨日とか前回やったばっかりだから。昨日じゃないし、しかも昨日じゃない。今日の休みの日にやってるのに、なぜか昨日って言っちゃう。よし、OK。これを華麗に避けていくと。うまい。あ、やばい。ダッサい今のダッシュ。よし、ここまで来たらもう死んでいいから。でもこいつはそんなに強くないから、といってもこのエネルギーじゃ無理。まず何すんだっけ。まずはなんか止まって、あの三日月の三段攻撃を一発撃つと。だから一回避けて。全然避けれてないし。これ三日月攻撃するよ。お、もうやっぱダメージ量が半端ないな。あ、これクマちゃん、クマちゃん。攻撃力たっけ。あー、上から来る場合もあるんだ。今のダサかったね。今ので倒さんと。ちょっと今のはダサかったな。一回倒してんだぜ。だってもう前回の動画と同じことやってるから、倒さんと。しかもやっぱボスには相性がいいはずだから、ゼロは攻撃力高いから。ここで一気にダメージを与えたかったけどね、ちょっと少ないね。クマちゃん、はい、クマちゃん、はい。上から来る可能性があるから、この辺で、よーし。あ、これゴリ押しできるわ。これゴリ押しできるわ。ゼロ強い攻撃力。一瞬で終わった。やっぱボスには有利なんだな、ゼロは。超弱かったんだけど。余裕。あ、楽しい。あ、ゼロのは楽しいな。ステージ分かっとけば楽しいな。で、これアイテム全部集めて、ちゃんとミサイルを成功させる。100% でちゃんとやる。お、4秒早い。は、4秒じゃない。4分。早いね。超早いじゃん。オリハルコンゲットと。よーし。で、一旦セーブして、もうセーブする必要ないけどね。4分だから。セーブの時間の方が長いんじゃね？あ？上書きしますか？はい。よし。余裕です。丸を押して、ゲーム続きます。はい。あー。2人ぐらい倒してセーブぐらいでいいかな。あ、で、こいつがね、俺となんか戦ってくれよ、アーダコーダー。ね。俺もう地球崩壊した後に、俺と戦ってくれよ、アーダコーダー言われて、お前どっから来たんねんっていうね、話ね。よーし。R、これでウェポンを見る。命中率 44%。間違ってでも発射は絶対できんの。あ、そういうことね。じゃあこの犬っころを左から順番に行きますか。これな、犬ゼロで、もちろんゼロで。ゼロのが楽しいわ。やっぱ、うわ、イカか。あれ触手だろ。ボウクラゲン。あ、クラゲン言ってるやん。いや、余裕よ。もうボコボコやっちゃおう。とりあえず俺はこれを気まぐれにやって、うわ、なんか、え、何これ。あ、もう始まってる。レディーの時点で飛べるようにするな。よいしょ、危ない。ここね。待って、全然わからん、全然わからん。え、これ動けるの。あ、動けるのね、動けるのね。うん。あの、死ぬ速度が速すぎて、わお。あー、飛べない。なんで？
うわ、飛べんのやけど、なんで一瞬でゲームオーバーなるんだけど。え、なんか飛べないんだけど。ほら、飛べない。うわ、これやば。頭おかしくなりそう。うわ、何当たった、何に当たった、頭おかしくなりそう、マジでこれ。で、ちょっと早めに、ちょっと、うわー、これ、あれ、おかしいな、あれ、着いた瞬間押してんだけどな、ちょっと早めに押すんか。うわ、ダメだ、なんで連打しよう、連打、連打だ、連打。これなんかタイミングおかしいわ。うわ、だ、なんで死んでんの、何に死んでんの。あー、なんか赤いのがあるわ、ここ飛ぶ、え、飛べないじゃん。あ、もしかして撃てる、あ、撃てるじゃん、撃てる、あー、早い、めちゃくちゃ早い、これめっちゃ難しいんだけど。何このゲーム、急に難しい。あーいや、無理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 、何これ、頭おかしくなる、マジで。撃って、うわ、なんで今取れたん、うわ、ちょっと待って待って待って、早い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 、あー、危ないよー、今のダンサー死んだの、ちょっとのダンサーじゃん。うわ、くそー。これ向こう側行ったら連打、とにかく連打しないといけないな。うわー、おしっぱで、勝手に自動で撃ってくれたら、ああ、やめやめや、もう絶対死んと思ったよ。ひどい。これひどい。頭おかしくなりそう、これマジで。うん、これ作ったやつ誰僕作ったやつ誰だ、死ぬ速度とコンテニューの速度が速すぎて、いや、速すぎるのはいいんだけど、いや待って、これ作って誰マジでこれバカだろ、画面がちっちゃいんだよ、わかる、あの奥まで見えてないから、もうボタン押してる時には死んでるんだよ。しゃ、あ、上乗れるんかい、頭おかしくなる人、マジで、あ、これ頭おかしくなる。で、これ上乗って、うわ、乗れ、あ、で、この辺から、あ、ちょっとの段差がある、ちょっとの段差がある、あ、ここ段差がある、何これ、難しい、バカじゃん、作ったやつ。よし、慣れてきた、慣れてきたよ。今の、え、なんで破壊できるの今の、なんか他にさ、あ、三角でもいけるんだ、三角と四角で押せるんか、 OK、 これ危ない、あ、危ない、あ、死ぬもう死ぬっていう時には死んでるん。うわ、これマジでむずきえじゃん、やばい、これとんでもないゲームだ急なロックマンじゃないゲーム、うわ、だからもう破壊できんもん、これ早すぎ、え、これマジで無理なんだけど、あー、もう、いやいや、イラつきはせん、なんか不思議とイラつきはせん、なんでだろう。飛んで、覚えよ覚えよ、飛んで、あ、ここダメ、ここ上んちやけん、ここ上んちやけんから、これ下に行こう、飛んで、飛んで飛んで飛んで撃って、飛んで飛んで、で次下に行く、で飛んで飛んで、でここで撃つ、でちょっとした段差があるから、次ここで飛ぶ、よし、あ、で次のところは四角と三角をど、あの左手で十字キー使うボタンで連続して押そう、したらいけるわ多分。こうしてこの辺で、しゃ、
ここだ、ここが連打なんだ。この速度でね、連打で、もうその間十字キー押さないから、十字キー押せないから、誰か俺の押してくれんかな。うわ、間に合わんのか。それでも間に合わんのよな。もうちょっと速くならなきゃ、この速度、押す速度。飛んで飛んで飛んで打って飛んで、いや、ここ死んでほしくないな、ここ死んでほしくないな、ここ普通の道でやってほしかったな。あ、打って打つの忘れるわ。飛んで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 打って、でここか。うわー、ジャンプが足りんやった。一番後ろに折ることが大事なんだよ。一番後ろに折って、ワオ、まず一番後ろに行く。これ一番後ろか。でこれでもう、うわー、ここは死ぬの嫌やな、マジで。ここ死ぬの嫌、マジで。一番後ろに行く。一番ここ後ろに行って、でここでこうする、集中しろ。飛んで飛んで飛ぶやん。飛んで、え、俺死んだ、いつ死んだ。届かんやったんか、ジャンプが。ここまで来たら連打、おもれ連打。うわ、届かんのよね。もうちょっとギリジャンを使わなきゃいけんのか。ただね、俺もう奥の方見てるから、ジャンプの方見てないんだよな。飛んで、飛んで、飛んで飛んで、ここ連打して、ギリジャン。うわ、ちょっと早くやんないといけない。あれれ、あ、もしかしてあれ最初の、前に行っとかなきゃいけんのか。前に行って、後ろに下がらないけんパターンか。マジかよ、作ったやつとんでもねえな。前に行っとかなきゃ。ここジャンプして、ジャンプして、ここ壊して、ここギリジャンで、で前に行って下がって、危ねえ、来た、やっとクリアできた。ここ難しかったよ、腕が痛え。大丈夫？怪我はない？いや、もう怪我というか、俺の右手がもうやばいっす。左手もやばいっす。ダメージエリアであるいは進めなかったけど、ライドチェッカーでも危なかったわね。それより、途中エネルギーにアイテムがあったら、その途中のアイテムの前のドアのエネルギーが反応してるの。アイテムを持っていたらドアに向かって発射して、ドアが圧縮、開くかもしれないか。ダメね。何も反応なし。でももう少しで破壊できそうは、エネルギーアイテムが足りないだけかも。ん？どういうこと？これ空中の攻撃かっこいいな。あ、でも一回転しただけか。で、下に戻って、多分、エネルギーのあれを取るんかな。研究員が囚われてるわ。助けに行ってエスケープさせて。ここの研究所にはまだ稼働するエネルギーカードリッジが眠っている。なんとかして手に入れたいものをね、と。全然倒せんやん。こいつエスケープさせると。あ、オッケーオッケー。シャッターのロックシステムが外れている。ダメージを与えて押し戻すと、きっとシャッターは開くわ。だけどロックシステムが壊れているので、時間が経つと勝手に動き出すわ。ロックを外すタイミングが重要ね。ん？どういうこと？こういうことか。いや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 、よう避けたな俺。セイバー。一撃で死なないの？マジかよ。これ届かんの？あ、届くんか。なるほどね。
結構厳しいね。厳しい相手が俺っていうやつやな。タイミングよくやるとドアが開くと。 OK。 今回のこのステージ絶対セーブしたいわ。セーブ長いから、まあ、2人ぐらい倒して終わりでいいかなと思ったけど、さすがにやばい。クソ早く、くーなんだよね。あ、でもやっぱこっからで、ここ意味ないから下に行って、あいつどういう、あ、これ開いた時じゃないとこれできんっていうやつね。だから避けて、避けてる間にやると。よし、 OKOKOK、もう分かってきたぞ。こいつも避けて、でここで倒す。うまい、うまいね。 OK で、よし、 OK、 うまい、やってるね。ここです、よし、うまい、ノーダメージ、いいよ、いい感じだ、ゼロ、いい感じだ。でここね、死んだけど、また厳しいよね。無視していったらいいかな。ロックシステムが2種類、シャッターとロックシステムの色が対応してると。うーん、あのヘルプに行かないといけんのか。まあまあ、これは別に、なるほど、届かないやつね。これダッシュ使ってヘルプして、ヘルプしたら回復するんだ。あー、なるほどね、これ時間制限か。よし、 OK、 危ね、わお、これ丸でダッシュして、いいね、今のうまい。下から来る攻撃をジャンプ回転切りで倒すと。これはちょっと届かないね。これダメージ食らう？食らうね。うん。なんで食らうんだろう。うわ、そういうやつか。どうしようかな。戻った瞬間に回転切り。マジかよ。こうして、あ、間に合わんか、早く、うわ、間に合わない、くぅ。じゃあギリギリまでやって厳しい、うわ、最後まで戻るんだ、厳しいな。これは厳しい、うわー、うわ、無理だ、無理だ、絶対無理。うわ、最初からじゃん、これ時間かかるよ。うわ、これ厳しいわ。間に合うか？間に合いそうにない。くぅ！くそぅ！くぅ！厳しい。
やばい、くーダメージ食らっちゃった。うわこれもうちょっと画面見せろや、もうちょっと画面見せてくれんかな、これこれだけ。うわどっから、あこっからか、なら死んでよかったな。これジャンプと同時に回転切りよ、うまい。ここ厳しいんだよな。くっ、うわなんで出ねえんだ。水中でバスター撃てんのは超痛いな。くっ、さっきノーダメージほぼほぼワンダメージいったのに。いけ、うわくそ。ドゥイン、でここまでやってはいとはいと4回か。よしいった、あーっといった。ここは倒せない。まずこれヘルプを倒す、助けて回復しつつ、危ない、うわ厳しい。うんうん、シルコ、うん、全然無理よ。ゴリ押しでいけるかな。うわこれ届かんのよね、届かんのどんちかしてほしいな。うわ今くぎゃ、完全にフリーザみたいな。まあ、回復するからゴリ押しでもいっちゃいいんだけどね。死ねボケが。あ、今食らった。当たる範囲が広いな。あ、危ねえ。うわこれ結構難しいな。降りてダメージ食らうんだよな。降りるのが上ボタンやったらいいのにな。ジャンプで降りないといけないからタイミングがちょっと合わんな。え、危ねえ。アップだ、クイージーギジなんだよね。ですよね、だからゆっくりしてたんだけどな。むずっ。よし、まずはここまで戻ってくると。これね、これ喋りながら無理です、結構むずけえわ。このビーム鬱陶しいな、マジで超鬱陶しい。当たり判定でけんだよな、このしゃがみながら歩けんのか歩けんのか。うわーここ厳しいな、一撃死だもんな。ここちょっと難しいぞ、どうしよう。まず1段2段やって届かんな。ロックバスターなら簡単なんだろうけど、うわなんで出らんの、出らんとき鬱陶しいな。剣が出ねえんだよ、早めに。うわなんでじゃん。よし、まずはここまで戻っていく。で近づいてしゃがんでジャンプして、これねゼロ2段ジャンプできるわ。ここつかめんやった時の恐怖半端ないんだけど、あ最初の攻撃範囲が狭い、一発目の。よしこっち攻撃してジャンプして、ほいでもう一回して、こうよし届かんやったんか。よっしゃ、いった、ヘルプ、よし回復、しぼくだ。
セイバーの攻撃範囲が広すぎてガードを、ガード当たっちゃうんだよな。そんなにいんの？うわー、そんなにいるの？あ、こっからよかった。じゃあまず下のやつ倒して、で上のやつを助けて回復と。それはこう避けてこう。敵がいっぱいいるからゴリ押しはできないと。ここ攻撃食らわねえんだよな。しっけ、うわもう半分食らってるやん。忘れてる。うわ食らえ。顔面じゃないよね、顔面関係ないね。食らわ、くそ、なんで。あーやばい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 、あーやばいやばい、途中で消えるんか、体ごと動くわ。うわ、なんでこいつ切り刻めんの、タイミングが。あおあおって危ない危ない。これは上に行くのか。なんだここは。あっ切れんな。これは何、怖っ。ああ同時ね。ここ簡単やな。ここ何もないわ。これ開いて、あボスか、よかったよかった。よーし、これ8人助けたけど、8人助けたことになったのかな。あの Z の下に8って書いておくけど。いやーここ難しかったな。ここやりたくねえ、マジで。あ、そう、イカよ。イカ関係なかったけどね、何にも。ゼロ、あなたが来るなんて、非常事態ね。え、こいつ女？わかっている。も、わかっている、もらえるかなら、話は早い。ど、うん、ぐちゃぐちゃ。あなたはいつも強引ね。ハンターやめてよかったわ。ガサツになりたくないし。頼む。その口調は苦手なんだ。黙って渡してほしい。状況わかってるだろ。そんなもんいくらでもくれてやるわ。あなたのおめでたいわね。そんなの手に入れたところでもうおしまいよ。レプリカロイドは誰もウイルスに侵されて、いけウイルスに侵されたか。今楽にしてやる、さらばだクラーケン。いや、お前とクラーケンの関係に何が。うお、雷出た。ロックマン X2 の草むらのやつ思い出すわ。さ、君はどういう攻撃をするんだい。さあ攻撃してきてくれよ。その下の攻撃はずるいな。あ、上まで行けるやつと思ったら死んでる。最初の攻撃は弱いな。弱すぎて攻撃してる感じが全然しないと。ああ、あれライフなんだ。 Z の下の8は今7になってるけど、最初は余裕やな。これボスのレベル、レベル 5? 強さのレベルを示したのかな。まずはこれを余裕で避けていく。下攻撃が厄介だからやばいんですよね。その下攻撃ね、その下攻撃ずるくない？終わった、終わっちゃった。なんだこりゃ。なんか倒した感じがせんな。ゼロの多分声より高すぎて、声高いし、ステージ狭いわ。ステージとにかく狭い。もうちょっとゼロちっちゃくなってほしいな。かステージがでかくなってほしいな。倒したボスから DNA をゲット。いやーちょっとね、でかいよゼロ。いや、ステージちっちゃいわ。いや、ステージ、いや、あ、なんか、なんか言っちゃった。
トラップだらけで大変だったのね。おかげで貴重なエネルギーをゲットできた。元ハンターだったクラケもイレギュラー化、仕事とは言えつらかったでしょう。彼のためにも必ず平和を。ここマジで難かった。もう絶対セーブする、絶対セーブする。いや、ゼロもうちょっとちっちゃくなってほしいわ、マジで。画面上もうゼロをちっちゃくするしかねえんだよ。ゼロがでかいから避ける範囲がもう限られてるのよ、めちゃくちゃ。緊急事態、ダイナモがハンターベースを攻撃中、直ちに応援戦してくれ。どこ？ん？何も動かない。ああ、もう強制なんだな、ゼロで。一個で、ワンボス1時間なんだな。こいつ何なん？こいつは何なん？このクソダサいやつ。ダイナモじゃなくてダイモスが良かったな。必殺、レプ、聖剣付け、バギン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 のあのね、ダイモスね。あ、速攻ボスなんだ。いいね。これはいいね。やっぱステージが難しかったもんな。ボス弱いもんな。はじめまして、君がかの有名な、懲りないハンター、ゼロ君かい？お前には関係ないことを何がしたいんだ？とりあえず君たちの邪魔をするだけかな。あ、でも邪魔をするだけなんだけで殺したりはしないから、君たちは死ぬまで戦わないと気が済まないだろ。クールだね。何を言っても無駄かな。だったらお望み通り戦いますかね。さあ戦おう。あ、何？そのスイップブームみたいな。スイップブーム。スイップブーム。スイップブーム。あ、一つなんかやりたくなってたな。一つちょっとコンピューターと一緒にやろうかな。待って、こいつクソ弱いんだけど。終わりと。弱っ。弱っ。何こいつ。弱っ。初見で倒すなんて。ロックマンの相手で初見で倒せるやつはマジで弱い。やっぱ強いわ。マジだもんな。今回はこれぐらいで逃げるとするかな。もうちょっとリラックスしないと体持たないよ、君。じゃあ、またね。See you again! じゃあな。じゃあな。お？あの声誰だっけ？じゃあね。中村雄一かな。だいたいかっこいい声って中村雄一だから。いやー、弱かったなー。めちゃくちゃ弱かったなー。あ、セーブ戦でいい、セーブ戦でいい。セーブしない。ステージセレクト。これゲームやめるが下にあるの怖いな。ゲームやめるときはリセットするから大丈夫。よし、じゃあこいつね。このメガネ野郎ね。こいつ名前というか、こいつどんな感じなんだろう。いや、ゼロ慣れてきたらいいね。結構いいね。二段ジャンプできるし、やっぱあの、動きの性能がいいね。ハエか。シャイニングポタル。ホタルを、イメージとしたキャラクター、まあ、ホタルなんてパンよ、手でパンよ。よし、まずは進んでいこう。まずはサクッとガンガン進んでいこう。何これ。ホタニクス博士の趣味がわかる研究所ね。博士はレーザー光覚のトップだったから、だから彼のレーザー装置はエニグマに必要なの。話し合いで譲ってもらえたら楽なのに、かなり頑固なもので噂がかなり頑固って噂よ。無理よね、きっと。うん、それは知ってる。絶対無理だって。戦わないと俺たちは生きていけないから。サイヤ人並みのね。あ、俺たち一撃しない。開いた瞬間にこいつ撃つ。当たり判定が上の判定になるとあれなんだよな、当たらなくなる可能性があるんだよな。釣り天井は破壊できないわ。タイミングを見張って通り抜けるしかないわ。なんでやねん。破壊できない理由を教えてくれ。あん、一撃じゃないんだよ。よかった。あ、それ避けれ。もう上のやつなんだ、めっちゃ気になる。このはしごは何なんだ。何当たった。ここのステージは簡単やな。てか中間が結構多いな。あー、それね、それに当たったんか。うわ、うっとうしい。これボスより強いな、こいつ。これで通れると。
通天井を渡っていくのよ。うん、あーん。もういちいち説明いらんわ。見たらわかるわ。通天井ダメージ量半分食らったんだけど。半分食らうのかやばいね。もう右、右肩押さえてみて。なんか来てる。あれダッシュで受けるんか。なるほどね。やっぱロックマンシリーズだな。ひどいよ。ひどいよ、釣り天井。で、待ったら敵が消えるから、まあそのまま放置だな。したらこれノーダメージできるね。で、ここをダッシュ。あ、下に降りた時に行くんか。全然わからんと。いや、ダッシュで通れるかなと思ったんだけど。メットールを、メットールかわいいね。あ、今行きたい。あぶね。あ、これも下に下がってから行くわけね。よしよし。いいよ。ヘルプ？あ、俺一人助けてないのか？なんかあの気になるよねって言ったところ、ボケが。ずる。うわ、くそ。ダッシュできんやった。うわ、危ない。しゃ。下に見えるドアを壊して奥に進んで。オッケー。危ない。よし。一旦セーブよ。ここのね、セーブポイントいいね。あ？これ右？これ右でいいんか？感覚が気持ち悪い感覚やな。破壊して進んで、うわっ、画面が狭い。お、ボスか？ん？中ボスか？え、何これ？え、避けれない。壁キックはできない。待て、ちょ待て。え、これ避けらんくない？え、何このゲーム。何これ。待て、説明、ここに説明くれよ。説明する場所も間違えてるよ。これは別にどうでもいいとして、これ多分なんかあるんだろうけど、まあいいよ。説明欲しいよな。うわ、一気に進んで、この説明マジで欲しいんだ。痛い。いや、避けれねえよこんなの。で、黒を狙うんだ多分。避けれねえよこれ。え？どう、え？どうせっちゅうの。1ミリしか食らわんねえけど。いや、何これ。マジでやついてきた。ひどい。あー、何やこいつは。うわ、こいつマジで鬱陶しいな。マジもっとコントローラーあいつにぶつけてやろうかな。しかも完全にテレビは壊れるけど。これはダッシュで先行って、これが分かんねえんだよね。いや無理だろこれ、避けるの。え、何これ、何この無理ゲー。ずっと食らっとけ。くっそ、なんだよ。うわっ、食う、危ない。いや、これ…いや、無理だって。
て、これは無理だって、これマジで無理かもしんない。こいつ当たらんようにした方がいいかな。いや無理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 。どうやって受けれる。ついてくんだよな、この反応速度半端ねえんだけど。うまっ、俺うまっ、今の超うまっ。天才って呼んでください。これで黒が、あ、関係ない。なんでダメージ、くぅ。いや、無理、絶対2回食らう。その、場所が。無理。無理だ。うわ、これどうやって、ここはいいね。いや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 。わかったぞ、黒に、黒の目玉を狙う。したら倒せる。赤はこういう人も全く意味ない。だから運ゲーです。今のところのダメージ、これいける、これいけるぞ。くっ、間に合わやった。マジ運ゲー。うわっ、あっぶねー。よし、上か。うわ、くそ、2回食らっちゃうんだよな。2回食らったらもう終わりよ。あと2回ぶっ壊したらいい感じやな。くっ、ああ間に合った、危ない。 あと1回か、あと2回か、これであと2回や。それは届かんのよね、どうしよう。どうしよう。いける、諦めるな俺。よし、処理落ちで諦めそうになったけど、よっしゃ、ふう、戻りてー、戻りてーよ。何が起こるんだ、何これ、何これ、いける、いった、いったー、ここマジで難しい。まだ終わってない、おい。でも死んでもいいような気がするけど、防衛システムが作動してるみたい。強力なプラズマで攻撃してくるわ。何かの武器があればプラズマを抑えることができるかもしれないと。まあ、まずは一回死のう。さっきのところマジで脳汁出たな。楽しかったね、結構。結構あれ好きやわ。とりあえずこれ壊してよ。多分これ壊して進んでいく方が吉。いや、さっきのボス良かったね。うん、さっきのボスはね、高評価。あれは良かった。マジで良かった。これ取っていいの？うん。いや、今のボスは良かったね。まあ、本当に良かった。一番いいボスなんじゃないか。一応全部壊しておいて。やっぱ壊したいよね。取って。うわ、これ回転切りで、回転切り安定。しっけ、あれダメージ食らわない。近くじゃないとダメージ与えれるのかな。お、ケージいいね。回復あんま落ちないよね、やっぱ難しいにしてるからか。わ、しゃがんでもダメ、早く来い来い、俺の元へ。 OK、 あー、それはダメ。何それ、危ない。うわ、やめて、いい避け方だ。あー、まだ取れてない。回転切りであの太陽ぶっ壊してエネルギー弾。よし、博士の部屋はこの上よ。
途中プラズマ装置が作動してやるわ。上向かって攻撃するできる攻撃、うん、上へ向かって攻撃できる武器を使うの、いや無理無理無理、そんなもんない。俺は剣だけだ、剣投げるしかねえ。でも押しながらじゃないと無理なんですよ。はい、うますぎっと。はい、あ、うん、まっ。俺回転ギラ当てるのプロかもしれん、プロかもしらん。 OK、 うん、まっ。ドキュッ、いいね、楽しい。あ、これ最後か。ここ楽しかったな、普通に楽しかったな。このステージ良かった、いい評価です。最初のところ以外はいい評価。中ボス良かったね、あれいい難易度やったな。むっちゃ難しいわけでもなく、運が良ければ結構簡単なやつなんだけど、攻略を探すのが良かったね。ホタニクス博士、ご協力願いたい。わしの研究はハンターたちのためではない。君たちのやり方には常々疑問があった。故に協力することはできない。しかしだ、君の体には興味がある。誰も解明できない。X とゼロ。しかし、そんなことを言っている状況ではない。わしもじきにイレギュラーになるだろう。さあ、最後だ。最後に君と戦って研究をしてみるか。さあ、戦っておくれ。わしを楽にしておくれ。いい博士なんだな。あ、なるほどね、そういう感じの戦い方ね。なんか似とうな、何似とうな、なんかこういうキャラクターおるよね。うわー、こいつ弱いな、こいつ弱いわ。 HP 満タンいったら全然余裕な。ゼロの攻撃力高くていいね。うわ、キング。ただこのゲーム結構ぬるゲーだな。あ、そのコンティニューが簡単にできるから、難しいに設定してるのにコンティニューがこんな簡単にできるなら何回も挑戦すれば OK なわけよ。その処理打ちがむしろ敵だな。処理打ちで避けれん。処理打ちより相手の、移動の方が早かったりする。うわ、うんこ。はい、終わり。はい、余裕です。ロックマンあるあるだな、本当に。ボスが弱い。ボスがそんなに強くない。ロックマン X2 のカタツムリとか、なんだ？武器なしで行くと結構難しいもんね。子供の時めっちゃやったわ。いや、そのおかげで、全ゲームが上手くなったもん。あれのおかげで。クリアタイム13分？ 13 分？もっとかかったような気がしたけど。倒したボスから DNA のボスをゲットと。まあ、これはロックマンじゃないと使えないと。まあ、ロックマンとか X ね。X じゃないと使えないと。ウェポン&ライフ。これ今度こっちにしてみる。ウイルスレーザー&先行、ん？先行。熱線効果。外見は落ちた研究所なのに中に入ったら変わり果てていたわね。今まではどこもシグマウイルスの影響でパニックに陥ってるわ。この状況を打ち破るためにもホタルニクス博士のレーザー装置がいると。うん。よーし。てか、このさ、オペレーターさ、女なんだよね。完全にさ、男に見えるけど。よし、まあ今回はここまでかな。楽しかったな。で、今はどんな感じ？左上がアイテムで、その左下のハートプラス2×1は何やろうな。まあわからん。で、ランクは B と。ゼロのさ、ランク SA って書いておくけど、超高いってことなのか。よし、じゃあ次回は
次回も同じように続けていくと。楽しいね。こいつがちょっと弱かったな。ここ一番簡単だよな、この左上の一番最初にやったところは。いや楽しい、このカードゲームの気まぐれになるわ。